はいどうも、ディオジョーシチャンネルです。やってきました、 J1 観戦日記アルビレックス新潟編よ。パフパフ。今までの観戦日記すべてモンテリオ山形に関係することばかりだったのですが、初めて J1 観戦日記ということでアルビレックス新潟を応援しに行きたいと思います。楽しみですね。楽しみですね。ちゃんと準備万端じゃないですか、はい、アルビ君忘れて、まあでもディオも忘れずに、ああちゃんとね、アルビ君だけにならないように、うん、僕もあのアルビのフラッグ持ってきました。名古屋グランパスですね、相手は。そうですね、うん、まあ一応今回はビッグスワンにお邪魔するということで、アルビの応援ではあるんですけど、 J1 のレベルでの戦い、ビッグクラブですからね、グランパスもすごく楽しみです。でですね、先に一つ愚痴言っていいですか、もんちゃん。はい、あのもんちゃんはもちろんご存知なんですけど、はい、本来この遠征3人だったんですよ。そうですね。ていうかもともと僕と僕の友達が行く予定でもんちゃんも誘った形だったじゃん。前日にドタキャンされてあのディオ女子チャンネルとしての初めてのね遠征が、まさかのモンテじゃなくてアルビっていう、はい、まあ、楽しみましょう。楽しみましょう、せっかくなのでね。そうね、楽しみましょう。今日は本酒館ですね、はい、新潟といえばやっぱり日本酒。あ、この後の予定がね、この後の予定がね、まあ、本酒館めっちゃ楽しみにしてますよ。いやー、行ったことありますか？僕はないです、一回も。もんちゃんもあるんだもんね。ありますね。楽しい？楽しいですよ。さすが酒豪いいね。あとはやっぱお寿司ですか？新潟と言ったらお魚食べたいですよね。食べたいです。まあ、弁慶ってね、有名なお寿司屋さんがあるそうなので、おー、ちょっとそこにね行ってみたいなと思います。新潟のお寿司か、僕今までウオビエしかなかったからちょっとお高めの、うん、ウオビエよりお高めの、お高めの、ちょっとお皿の色が変わる。なるほどなるほど、あの一個の統一皿じゃなくてね了解了解、いいね、すごく楽しみです。では新潟市内へ行きたいと思います。おう、はい、ということで新潟着きました。ここはどこですか？ここはピアバンダイです。ピアバンダイですね。じゃあ明るく食べていきますか。そうですね、なんかあれでしょ、建物も増えてるんでしょ。うん、昔来た時より増えてる気がします。カニ半額です。めちゃめちゃ安いですね、タイムサービス。星の黄金豚食べていきましょう。メンチカツです。メンチカツです。じゃあどうぞ。いただきます。めっちゃジューシーで、はい、お肉の味もしっかりしてて美味しいです。いいですね、はい、ちなみにピアバンダイではこんな感じでテラス席みたいな感じで食べることができます。てか今更なんだけどさ、ピアバンダイなの？ピアバンダイなの？どっちなんですかね、教えてほしいですよね。ああ、新潟の方に聞いてみるか。ぜひコメント欄でお待ちしてます。はい、おはようございます。おはようございます。無事に10分程度の遅れで済んでますね。はい今回はちゃんとどちらも起きることができました。そういえば今更なんだけどさ、はい、まあ、見てわかる通りあのね、新潟グッズで今日は揃えたんですけど、なんでね、あのね、僕たちがこのアルビを応援してるかっていうと、それぞれ結構新潟にゆかりがあるんですよね。はい、僕はちょっと個人的なあの事情があって
まあ、つながりは言えないんだけど、もんちゃんは新潟にちょっと、ね、住んだことがあるんです。そうだよね。なのでね、新潟にはまあ縁もゆかりもある2人ですので、今日は全力でアルビ応援していきましょう。はい、ということでなんですけど、恒例のちゃんとコーナーいきますか。はい、前回のアルビの関心日記ではね、愛している新潟とか、あと森田達也選手とかもちゃんと歌ったんだけど、今回は誰でいきます？今回は大活躍の、はい、伊藤亮太郎選手のちゃんと。なるほど、いいですね。かっこよかったですよね。かっこいい、あのちゃんとはめっちゃかっこいいと思う。歌ってきますか。はい、決めろその足で、ドドドドドドドレッツゴー伊藤亮太郎、俺たちの声を背に、レッツゴー伊藤亮太郎、決めろその足で、レッツゴー伊藤亮太郎、俺たちの声を背に、レッツゴー伊藤亮太郎、決めろその足で。勝ちました。すごい、モンテ以外でさ、こんなちゃんと歌ったの初めてかもしれん。ちゃんと覚えましたか。そうね、覚えましたね。もう今日はね、アルビレックス全力応援でいきたいと思いますので、ではビッグさんいきますか。うん、おう。てかさ、新潟来て思ったんだけどさ、うん、新潟花粉少なくね？いや、山形と全然違いますよね。マジで花粉少ない。なんでだろう。海が近いから。海から風来るからかな。いやー、でも全然違いますよね。もう山形盆地だからね、うん、花粉が溜まるイメージがなんかつきやすいけど、にしても新潟花粉少なくていいわ。めちゃめちゃ過ごしやすいですね。うん、いや、昨日はたくさん飲みました。たくさん、でも言うてじゃない？言うてそんな飲んでない。群馬とかに比べると全然でしょ。日がね。そう。やっぱ今回来れなかった僕の友達がね、うん、あの群馬の時も一緒に行ったんだけど、まあ、彼が飲むじゃん。うんうん、もうすげえ飲むじゃん。だからそう、彼がいなかったことにより逆に夜は健全化した説はある。うん、でもよかったな。本主観よかったですよね。うん、本主館はね、あのもんちゃんおすすめということで初めて行ったけど本当楽しかったし、うん、まあ、全体的にやっぱ夜活気がありますよね。うん、人がいるし、うん、唯一のちょっとあのミスというか、まあ、強いて言うならだけど、あの待ち時間にね、あの弁慶の待ち時間があったんですよ。あのその時にカモにね、ちょっと行こうかなんて話したんだけど、うん、閉まってた。ね、あと数分だったもんね。そう、あと数分だった。でね、そう、これ今回僕持ってきてるんだけど、これ見えるかな。うん、これカモで買った時ない人はわからないと思うんだけど、カモでスパイクとか買うと、もらえるんですよ、袋で。これ新潟の限定アルビカラーで養生チャンネルって言ってるんですよね。これ名前入れれるんですよ、好きなの。これかわいいよね。うん、かわいい。山形にも早くカモができて、モンテカラーのシューズケース買えるようになるとな。そしたらめちゃめちゃいいです。うん、ぜひこれを見てるカモ関係者の皆さん、山形への出店をお考えください。うまい。天下ビッグスワンスタジアム着きました。それでは楽しんでいきたいと思います。もんちゃん、オレンジだよ。不思議な感じですね。そう、いつもやっぱ青に染まってる僕たち、オレンジ見るとちょっと萎縮しちゃう。だって隣見たらさ、いつも青のもんちゃんがオレンジなわけですよ。違和感がすごい。でもちゃんとね、名古屋サポさんたちもたくさん来てますね。来てますね。じゃあもんちゃん、最初に何行きます？今日はね、リポートがあってですね、はい、アルビ酵素のドリンク、アルビ酵素ドリンクできるっていう話を聞きまして。なるほど、アルビ酵素気になりますね。行きますか。ありがとうございます。どうぞお試しください。僕の分もちょっと受け取ってもらいます。はい、ありがとうございます。アルビ酵素の用心会やっております。はい、どうぞ。
アルビ酵素いただきます。てかアルビ酵素ってさ、酵素が入ってるこれ何なの？酵素ドリンク。酵素ドリンク健康的なのかな。健康的な。なるほどね。味は分かんないので。今日発売。今日発売らしいですけど。で、シーンがやってるってことですね、うん。お願いします。今日このあのスポンサーさんのマッチって。あー、サンクスマッチなんだ。そうらしいです。いただきます。そう、おいしい。おいしいの？なんか甘くて、なんか蜂蜜みたいな感じの味がします。へえ。じゃあいただきます。美味しいね。え、飲みやす。なんかもう一口飲むことに体中に酵素が巡ってますね。めっちゃいい感じです。では総甲酒っていうお酒がねあったんですよ。めちゃくちゃ面白いよね。総甲酒にかけて総甲酒、まあ、アルビレックス限定ということで、はい、飲んでいきたいと思います。昨日も飲んで今日も飲んでいっちゃってください。うん、もともとオレンジジュースに果肉入ってるんで、それも美味しいし、めちゃめちゃ飲みやすいです。おー、なるほど。確かになんかアルコールがね、きついっていう感じではなさそう、うんうん、本当にジュースみたいにガブガブ飲めちゃいそうです。ガブガブいっちゃいますか？まだね、10時半ぐらい今、うん、だけど、結構朝目だけど、すんなり入ってくる、うん、入ってくる、美味しいです。では、バスセンターのカレーいただきたいと思います。実はね、昨日行ったんですよね、現地には、はい、まあ、通っただけなんですけど、楽しみだねなんて言ってたんで、いただきます。優しい味口なのにちょっとスパイスも効いてるみたいな。人間で例えるとすごく優しいんだけどワイルドな一面もあるみたいな、まあ、アルビで言ったらマイケル選手みたいな。私は2回目ですね。はあ、今回あれだったじゃん、ツイッターでおすすめのスタグルを募集したじゃないですか。で、まあ、カレーをね、ボボカレーさんっていうおすすめもいただいたんだけど、まあ、ここはちょっと先着順でバスセンターのカレーを食べさせていただきました。次はね、ボボカレー食べたいね、うん、他にもね、おすすめがあったらね、コメント欄で、うん、教えてほしいですね。他の、おすすめしてもらったやつ、高島ファームさんとかはモバイルオーダーで注文してるんで、後ほど食べます。モバイルオーダーめっちゃ便利じゃない？ですよね、なんか他にもやってるクラブありますけど、うんうん、新潟のスタグル結構並ぶイメージあったからさ、助かるなと思います。時間も分かってるとね、うん、せっかく食べやすいですよね。いや、マジでそれ全然違う、うん、でね、ちなみになんですけど、ちょっと写真今写ってると思うんですけど、めちゃくちゃ桜が綺麗なんですよ、映えスポット。いい時期ですね。花見ですよね。今年のお花見はもうこれで解決です。お花見しました、僕たち。満開です。満開です、本当。ここスワンパークっていうんですね。でね、まあ、こう見てたんですけど、気になるものがあるんですよ。瓦割り体験。瓦割れるらしいっすよ。僕たちできるのか、ま、気持ちは子供だけどね、できるかわからないんですけど、まあ行ってみますか、とりあえず。めっちゃ面白そう。カレーの後黒ですね。青い方が小さいです。お兄さんの方じゃあ黒い方お願いします。でもいいですけど、こっちの方が手首は痛くないです。どっちに行くんですか？少しお待ちください。いやいや、そこは任せる。こっちの方がポイント、まあ、かっこよさで言ったらそっちだけど、怪我しちゃ元も子もないからね。そうですね、拍手できなくなるんで。
はい、じゃあ気合入れちゃって。はい、行きます。はい、行きたいですよ。はい、せーの。痛いの？痛くなかったですか？大丈夫ですか？ちょっと強くなりました。ありがとうございます。びっくりした。びっくりした。ありがとうございます。頑張らずなんだか分かんないけど、うん、やばい、やばい、それ回りした。いきます。はい、ここ力強い。よかった、よかった。それで割れなかったらちょっと恥ずかしかったね。ちゃんとね、瓦割れたということで認定証書もいただきました。よかったですね。よかった、マジ割れなかったら本当恥ずかしかったわ。カルピスユニですね、カウエが。かわいいですよ、ね、ちなみに今日のモンちゃんもね、それに合わせてカルピススカートです。カルピスソース、ね、アルビ君のね、アルビ君というかみんな家族アルビマスットファミリーのあるんですよ。すごいね。買おうと思ってたんですよ、これ今日、ね、買うとネットだと売り切れなの？ネットだと売り切れです。で、現地でしか買えない絵本、いいね、うん、買っちゃいます。また面白いもの見つけてしまいましたね。面白くないですか？書籍、人生とか、アルビと作家一巻が売り切れなのかな。2巻がそうですよね、復刻、間もなく復刻。2巻と3巻があってるけど、これはね、読みたい。うん、読みたい。ちょっと1巻からね。ちょっと1巻ちょっと、復刻してくれたら買いましょう。買いましょう。みんちゃん、これめっちゃいいね。いや、マジで良くないですか？演技良くないですか？演技もう、こう代わりにね、シャレ掲げといたんで、山形 J2 優勝しましょう。本当に。お次はアルビ神社です。いつも山形との試合で来てるからさ、なかなかお祈りするっていうか、うん、相手のね、神社でお祈りすることができなかったんで、今回は心の底からアルビの勝利を願いましてお祈りします。行くわ。もんちゃんから絵本借りたんで、が音読したいと思います。アールーディーの幸せのピクニック。今日は楽しいサッカー観戦の日。試合の前にアルビ君とスワンちゃん、アー君とルーちゃんとビー君、みんなでピクニックに出かけました。天気がいいね、気持ちいいね、お弁当もとっても美味しい。いつもはキッチンカーで買って食べるのに、今日はどうしてお弁当なの？ママの全部手作りね。はい、ということでガチャ回していきたいと思います。これね、面白いのがピンバッジばっかなんだよね。なんかこうガチャいっぱいあるんだけど、ほとんどピンバッジですので、ピンバッジ回します。何が当たるかな。あ、よく言えばファーストユーに当たってほしいよね。そう、セカンドも入ってたりだとかして、全71種類、めっちゃ多い。ではちょっと開封していきましょう。はい、ということでガチャの方回してきました。開封していきます。いきますよ。はい、松田栄太郎選手。おー、引き強いんじゃないですか。よくない？めちゃめちゃいいと思う。セカンドだったよね、でもね。
でも可愛いんです。私推しなんで今年のアルビのセカンドユニ。確かにね、そうカルピスユニね。でもそのねシューズケースに映えますよ、白いからよく。そうこれね、ここにつけようと思ってたんですよ。こうやってめっちゃさ、サイズもなんか可愛い、ちょうどいい。もう一回引いてきます。ファーストユニ欲しすぎてもう一回回してきました。頼む。当たってくれよファーストユニ。いた。キッティーしたくない？いきます。すごい引きが強い。うわ高木選手熱っ。めっちゃ嬉しい。めちゃめちゃすごい。ちょっと待って、めっちゃ痛い。今そうでは私も開封していきたいと思います。お願いします。いきます。はい。お、あ、コウ選手、めっちゃいいですね。いいよ。あれ二人して結構引きいいんじゃないですかね。強くない？超いいね。ね、メンバーに入ってそうな選手たちが、まあ、もちろん僕たちも全部のアルビンの試合を終えてるわけじゃないから、こう知ってる選手がね、知ってる選手が来てくれると嬉しいですよね。嬉しいですね。いやもうこれは幸先いいんじゃないですかね。もうなんか勝ちフラグビンビンです。お参りもしましたし。そうだね、今日は勝ちます。イエーイ。楽しみだね。この応援が聞こえてくる感じゾクゾクするよね。最高。はい、ということでスタジアムの方には入ってたんですけど、ちょっとコンコース回ってみたいなと思います。いつもあのアルビとの試合の時っていうのはビジターチームがね入れないので、メインの方はちょっと行ってみましょう。はい、お一つで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。藤原選手です。お、まさかの遠目と一緒ですですね。そうですね、先に合わせてくれたのかな。ね、そうなのかもしれない ね。なるほど、相手によって中が少し変わるっていうお弁当ですね。開けていきます。いいですよね、パッケージがそもそもめっちゃかっこいい。あ、ありましたね、サカス。おいしそう。サカスを食べるのか。名古屋を食うっていう意味なんですか。応援弁当です。試合の方が近づいてきました。スタメンもね、あ、もちろん出てますけど、どうなりそうっすか。どうなるんですかね。読めないですね。そうですね、まあ、基本的に J1 まず見ないので、あまりグランパスがどういうサッカーしてるかとかはあんまり分かんないんですけど、まあ、新潟はねでもしっかり見てきたんで、ある程度把握できて、スコア予想としては僕は 1-0 新潟。私は 2-1。 僕は 1-0 予想で、もんちゃんは 2-1。 決めんのは太田選手。私は2点ですから、うん、太田選手と伊藤亮太郎選手。おー、いいですね。楽しいのでね、うん、まあ新潟ちょっと怪我人がだいぶ多くて、ちょっとね
苦しい台所事情はあるとは思うんですけど、まあ選手層、僕アルビはマジ J1 と比較しても全然やれるぐらいのタレント揃ってると思ってますし、まあ、だからこの順位いると思うんだけど、現状怪我人が出てもね、まあ、問題ないでしょう。でもいいですね、他のチームのスタジアム来るってちょっと、ああ確かに、ね、不思議な感じですね。あ、応援を聞くっていうのも、うん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 、新鮮です。基本アウェイ行った時はね、もう声出す側だからさ、なかなか自分たちの応援に全力投球だけど、余裕持ってまあ来るとね、あと応援も聞けたりだとか面白いなと思います。では行きますか、はい、ということで試合の方を終了いたしました。結果は1対3、はい、負けてしまいました、はい、いやー、まあ、悔しいですね。悔しいですね、うん、試合どうでした？めちゃめちゃ面白かったですね。マジで面白かったよね。すごかった。レベルがやっぱ高い、両チームともにだし、まあ、先に新潟の話をじゃあさせていただきますと、新潟は退場者が、うん、ちょっとマイケル選手が早い時間に、はい、退場になってしまったんですけど、あの退場者が出るまでは完全にアルビのゲームでしたね。そうですね、うん、チャンスも正直めちゃめちゃありましたね。あった、めっちゃあった。決めといて欲しかった場面もやっぱあったしね。取られまではなりますけど、まあまあね、うん、まあ、ちょっとそこで出てなかったらどうなったのかなっていうのもちょっとまあ見たかったなっていうところですね。そうね、うん、退場者がもちろんない11人対11人のゲームを見たかったっていうのはまあもちろんある、うん、で僕が見た感じ的になんか J2 の時よりも強くない？強いちょっと進化してるよね、アルビ。進化してる。J1 相手の方がいいゲームしてるっていうね、本当にアルビの凄さが伝わる退場者が出るまでの時間でした。で逆に名古屋の話をしますと、まあ、退場者が出てから完全に名古屋ペースで、今度は逆にほとんどアルビにはシュート打たせてなかったっすね。そうですね。1本2本ぐらいかな。うん。でまあ。ほんと3バックなんだけど、名古屋はサイドでそれで技術作って、サイドからクロス中で合わせるみたいなシンプルな攻撃が目立ったんだけど、やっぱそこのパワー、うん、J2 でもさ、サイドからこうクロス上げるチームって多いじゃん、サイドから崩していくチーム、うん、ただそことの比較にならないくらい中での圧力っていうのは、まあ、さすが J1 だなって思う、うん、一角クラスのパワーとそのサイドのクオリティってのあったし、レベルが高かったですね。本当に高かったですね。なんか思い出とか印象に残ってるシーンとか選手とかいます？印象に残ってる選手シーンでもどこでもいいけどさ、感じたこととかなんかあったりする？ショーク選手が交代でね、はい、入ってきた一発目、あのゴールライン割りそうな時にボールをね残そうと走ってくれたシーンあったね。出場式ってほんとすぐだよね、裏のボールに。ああいうプレーでこう交代数が一発目だし、負けてる展開でああいうプレーしてくれるっていうのはすごいやっぱ印象に残りましたね。細かいとこ見てますねなるほどね、うん、そっかそっか、確かに、まあ、島袋選手もねこう期待されて入ってきてる、やっぱ2年目かな今年ですけど、いい選手なら間違いないし、まあ、大学時代から有名なプレイヤーだからね、きっとこれからやってくれるんじゃないかな、うん。まあ、ちょっと戦術的な部分というかに話すると、名古屋さあれだったんだよ、ちょっとだけ新潟の時間が来た時があったんだよね、うん、両サイドを変えた時、松田選手と水戸選手を、うん、同時投入して両ワイドからこう圧力かけたいんだろうなっていう交代を行ったんだけど、右は結構裏取れてたんだよ松田選手は、うん、チャンスになりかけた場面あったんだけど、グランパさすぐ修正してきたんだよね、そこ左のウィングバックかなの選手を変えてすぐそこに対して対処してきて、まあ、そういうところの駆け引きじゃないけどさ、戦術的な勝負もさ、うん、すごいなって思ったっすね、僕は。確かにそうですね、うん、そ
こもね惜しいし何個かありましたよね交代直後は、なかなかね枚数というか1枚少なかったので、ね、中にね選手が入るのもちょっと難しかったですけど、まあ新潟のサッカーの特徴上やっぱトップ下が基本的に鍵、どっちも左右あちこちに顔出してっていうのが基本スタイルな中で、まあ鈴木浩二選手も変わったけど伊藤選手も前にちょっと残っちゃうことが増えて、なかなかサイドにボールが渡った時のサポートとかは遅くはなってた。まあしょうがないところなんだけどね、人少ないから。まあでも面白かったね。面白かったですね、うん、じゃあこの後は山形に帰るわけですけど、はい、明日に備えるなんていけないのでね。なんかすごくオレンジ色に染まってるけど、もちろんだけど、まあ、これ言うまでもないんですけど一番は山形なんでね、僕たちはそうですね。もう明日マジで全力でね応援しましょう、はい、本当にガキプチなのでね、山形は正直、はい、ぜひこの動画をねここまで見てくださってる、はい、ラビサポさん、あの山形、本当に山形も応援してください。一緒に J1 でやりましょう。ではやりましょう、やりましょう。はい、ということでティオジ史上初となる山形以外の観戦日記の方終了となります。動画でも再三言ってますけど、 J1 のレベルは本当すごくね高くて面白かったですし、新潟という土地の魅力も改めて満喫することができた遠征となりました。僕たちとしては今後も山形以外の観戦日記、まあ、J1 であったり別の部分でのね観戦日記作っていきたいなと思っております。ぜひね反響次第ですので、皆さんコメント等で感想の方を教えていただければなと思っております。この動画が良かったな、面白かったなと思っていただけましたら、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。次回の動画もお楽しみに。それでは。